坪内美希さんですみきね今年は初めてですねはい今年もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますで今日ははいバンディさん、うん、いよいよバングラディッシュから技能実習生の皆さんがやってきますいよいよということは今までいなかったんですか、はい、あ、そうなんですあのとも、うん、にグループさんでは初めて受け入れるということになりまして、うんうん、やっぱりねそうなりますとねあの日本のことを知ってもらわなきゃいけないし、うん、研修の様子もいろいろお伝えしなきゃいけないし、うんうん ですからねぜひ理解してもらうためにということで、うん、この度ともにグループさんで現在研修を受けているベトナム人の方々と、はい、そしてバングラデシュの現地にいるこれからやってくる皆さんとオンラインでつなぎまして、はいはい、大交流会が行われたんです今は便利です、ね、そうです今便利ねおしゃべりは成立するんですか、はい まあベトナムの方とバングラデシュの方なので、うん、普通はちょっとねどうするのかなって思いますよね。中学生が入って？違うんですよ。それが<え>なんと日本語でコミュニケーションを取っていただきました。あ、まあババングラシュのバングラデシ人は先生中だし、あジュマだし、か,かわい,いです。はい、可愛 <laughs> い,いなヒロです。 共通で遠い国ですよねベトナムからバングラディシュ見てもでもバングラディシュからベトナム見てもそうなんですでもこのあの二つの国から来る技能実習生の皆さんの共通語は日本語なんですかっこいいじゃないですか,かいいです日本語、ね、グローバルじゃないですかもう私嬉しかったです私ずっと日本語で喋ってましたからだから幹部もいきなり間に入ってそうなんですあの私もね最初見てるだけと思ったんですけれども、うん、あの質問してもいいですよって言われたので、はい あのスクリーンの向こうにいるバングラデシュの方々に日本語で質問をしましたら、はい、向こうの方も、ね、日本語で、ね、返してくださるんですけど本当に、ね、上手なんですね、はいはい、そしてこちらベトナムからすでに来て研修を受けている方々は、はい、先輩に当たるわけなんでですすよねねそれも日本い技能実習の先輩という扱いですから、はい、いろいろ、ね、先輩に聞きたいことを質問したり、はい、でこういうことをあの まあ持ってこういうもの持ってくるといいですよとか日本はこうですよとかね、はい、もう本当にね皆さんがすごくフレンドリーに日本のことやったらベトナム人の我々に聞きたまえみたいなそうですねとってもいい感じでね、はい、話してくださったんですよ、うん、ですからこのこういう交流会を企画されたともにグループさんも本当にねそこであの担当してくださった株式会社共振取締役の泉恵さんにお聞きしました。バングラディッシュで今 勉強している実習生、本当にまだ数ヶ月2ヶ月3ヶ月ぐらいの子もいるんですがすごく日本語が上手で、まあ、聞いてみたらもう一日10時間ぐらい勉強している子もいるのですごく努力しているなっていうことと逆に日本で今来ているベトナム人の実習生たちもいい刺激になっただろうなっていうふうに今思っています。 外国で日本語勉強が流行ってるとかの聞くたびに僕ら嬉しいですけど、はい、ひょっとしたら夢として、はい、まあ 英語の次に来てくれるとかそこはちょっと世界のね使用ランゲージベスト5に入るとかいやもうね親しんでもらうって嬉しいですしそれにの一日10時間ってねよほど好きなんですよね日本はね。にしてもね本当にそれだけね勉強してくださってるじゃあ彼らを迎えるにあたっても日本側もやっぱり心して迎えなきゃいけないということでですねアース株式会社副社長の宮尾博さんにインタビューを いたたししま,したまあ生活習慣ですね、まあ、あの私もあの前回ラハマンさんと一緒にバングラデッシュに訪問したんですけれども、まあ、本当にあのまあ日本とはかなりちょっと異質な文化を持つ国、まあ、特にあのインドに近い文化を持つ国ですので、まあ、え日本で3年間お仕事するにあたってまあしっかりですね日本の文化風習を身につけていただいて、まあ、健康でねバングラデッシュに帰国していただければと 感じております。いや、日本に来て良かったって言ってもらいたいですよね。そうですね。うん、もう言葉やいろんな生活習慣や、うん、そしてやっぱりあの考え方も随分違うと思いますので、それをやっぱり理解し合うのに。 まあ日本語を喋っていただくのは本当ありがたいですよね私たちは日本語でしかまだねちょっと伝えられないですからうん、うんだから何ができるのかなっていうことはもう本当にこれから考えていかなきゃいけないなと思っています、はい、そうしたあの技能実習生の方がいらっしゃるにはやはりその国に詳しい方の存在ってすごく大事なことなんですが、はい 実はこの番組でも何度も登場していただいていますラハマンさんという方が、うん、ず随分ねご尽力してくださいましてバングラディッシュから来てレースをやってる方ですよねそうなんですんで,すで本当にねあの技能実習生迎えだぞっていう喜びをちょっとラハマンさんの声からまずお聞きしたいと思います、うん、みんなえっ、ー、と仲良しで頑張ってるから多分それは私のプランが勝ったと思いますそれで嬉しいなりましたで頑張りの人は頑張る ないともあるけど本当には目的はちゃんと真面目な人が連れて友の会社と一緒に頑張りたいと思いますもちろんそれのために目的は日本で一番トップランキングがなりたいと思います ああこれは伝わるななんか嬉しさとですね、はい、でままだやっぱりバングラディッシュの人って日本ではそんなにいらっしゃらないだろうから逆にその日本に来ていただいて戦力になっていただいて、はい、いやバングラディッシュの人一番に名乗んだよみたいな、はい、そういうなんかエネルギーというか喜びというか,か,、ね、かん感じましたよなんか思いがねすごく伝わりましてね、うんうん、でそれまではまあやっぱりこう宗教も違う言葉も違う文化も違う、うん、本当にこうねうまく日本 日本をこう愛して日本でやってくださるかなっていうのが私も取材する前はいろいろあったんですけれども何回かこうしてねあのお聞きしてるうちに本当にこれはもう心と心でつながっていけばいろんなことが可能になるんじゃないかなっていうのがすごくね感じられるようになってきたんですね。実はあの中田代表もそういういいいつ一つの夢が今膨ららんでいらっしゃいましゃまて、はい でその一つとしてま日本語学校があるんですが、はい、実は万里さんそれだけじゃないんですね。どうどういったことですか、はい？さらにバングラディッシュの皆さんへの恩返しとしてこんなことをしたいという夢をお聞きしてきました。はい。トモニグループ代表中田義則さんのインタビューです。のボランティアになっちゃうんですけども、せっかくバングラディッシュでこういう素敵な出会いがありましたんで、そういう分に関しましてはね本当に恩返しのつもりで。 若い子のチルドレンワー,カーさんもう本んに小さい子たちが低賃金であの床の地べたでものづくりしているところを一人でも救えるような仕組みづくりっていうのが気づけたらなという思いのそのチルドレンワーカーさんがあの社会復帰されやすい環境の養護施設っていうのをちょっと頑張りたいなと思ってます。養護施設を作るとというううこななんんででしょうか、はい、そうなんですね こういろんな日本語学校を作りたいとかそういう思いから動いていく中で本当にあの小さな子どもさんたちがその学ぶことよりも働くこと生きることの方に一生懸命になっている姿を見てもう心が痛いっていう思いを中田さんはまされたっていうことなんですね。いろんなアジアの国を見ていてまだまだそういうのがあの救われてない部分があるので何かその自分たちでできることがあるんじゃないかなっていうのを考えていく中でそういうま養護施設的なものを作って。 うん、でそこで成長して学んだ人たちがやがてまた日本に来て日本の企業で働くとか、はいはい、そういうふうなこう交流をしてくれる、まあ、架け橋になってくれたらいいなっていう思いもおありなんですね。で、はい、でも本当にねこれボランティアなんですね<ー>思いを形にするってね言葉で言うと簡単ですけどいやこれ本当ね大変なことにチャレンジされてるなっていうのが。 私もねお聞きしながら思いました、はい、僕はあの前留学生の番組やってた時にね、はい、あのアフリカからの留学生たちがね、ええ、やっぱりジャイカの人たちの、はい、やっぱり感動してでぜひ日本に行きたいとそういう話をたくさん聞いたことがあるんですけど、ええ、そういう人たちって本当に恩義に思ってますもんね、ええ、あ、そうですねやっぱり心に響くんでしょうね、うん、ですから本当こちらがもうあのー、思いだけで動く そう徳じゃなくってみんなに本当にもう笑顔で幸せになってほしいっていう思いで動けば、うん、多分ねもうな気がすするんですね、うん、そういう心の輪を広げていくということも、はい、もちろんそのあの労働力として助けていただきたいというのもありますけれども、はい、国を成長していただきたいということも これはやっぱり人類として大事なことじゃないですか <laughs> そうですバンディさんもう人類レベルでこれからはじゃあ,あの私たちも考えていきたいと思いますいやそれこそ共にカムトゲザーだと思いますけどね <laughs> はいはいツボウチミキさんどうもありがとうございましたありがとうございました